清掃より上の陰謀部分が耳ずばれの状態になる静脈弁である。血液の逆流を防ぐ。静作静脈流ではこの弁が壊れる。画像を見てもわかるように、右静作静脈は直接下大静脈に繋がっているが、左静作静脈は人静脈を経て下大静脈に繋がっている。これが静作静脈流に深く関与している。 課題静脈は心臓に戻る血管で直径が約3 5センチメートルあり人間の血管の中では一番太い。静作静脈瘤は口眼上部に流れる静脈の異常肥大のことを言う。一般男性の15%に静作静脈瘤が認められ男性不妊症患者の40%以上に認められる。静作静脈瘤の98%は 左側の陰嚢に発症する。自覚症状としては、陰嚢部の重圧感、不快感、鈍痛が発生し、陰嚢上部での鶴上蒸脈層が耳ずばれ、土腸、う血する。制作蒸脈流ができると、血流障害で腫れが発生し制作が圧迫され、抗がん温度の上昇を引き起こし、精子を作る働きに悪影響を及ぼすと考えられているが、 そのメカニズムについては、まだ完全には解明されていない。また持続性低酸素症になり、清掃機能に障害を持つようになる。生液所見の悪化や雷力飛細胞機能に関連し、この清掃機能の低下は進行していくが、精掃静脈瘤の手術を行えば、精子を作る機能だけでなく、雷力飛細胞機能も改善する。精掃静脈瘤は、血管の弁の異常で引き起こされ、 右政作静脈と左政作静脈の血管合流地点が違うのが大きく関係している。右の抗がんは右政作静脈を経て直接課題静脈とつながっているが、左の抗がんは左政作静脈を経て腎臓の腎静脈を介して課題静脈につながっている。政作静脈流が発生する原因として主に以下の3つが挙げられる。 通常の血管には血液の逆流を防止する弁がある。性作静脈内でこの弁の機能が低下しているために逆流が起きてしまうこと。さ内い性作静脈は左人静脈に交流する。この左人静脈が大動脈と上腸管膜動脈という血管に挟まれて血液が心臓に戻りきれずに逆流してしまうこと。 左内性静脈が左腎静脈にほぼ直角に交流していること。静作静脈瘤は簡単な検査で発見できる。一般的にエコーで陰脳の状態を確認した上で、医師が手で睾眼を触って診断が行われる。静脈瘤の程度は以下の3段階に分類される。次に精液を採取し、静止数チェックや精子運動量などを調べ、精子に異常がないかを検査される。 性作蒸脈瘤が発見された場合、手術をするしないにかかわらず、定期的な診察が必要になる場合が多い。なぜなら、性作蒸脈瘤は進行性の病気であるため、放置すれば年々静脈瘤が肥大し悪化するためである。性作蒸脈瘤の治療は必ずしも必要ではない。不妊に悩んでいるものや痛みがある場合は、治療を行う。 治療を行う際は、手術によるものが一般的であるが、軽度の性作状脈瘤の場合、漢方薬やサプリメントを服用することにより、性液処見が改善することがある。手術は、男性不妊症の最も外科的に治療可能な原因として認められ、男性不妊症に対して最も一般的に行われている治療である。性作状脈瘤は、陰道の病気であるため、 人道の切開を伴う手術であると勘違いされるが、実際は、へそ下の腹部か素形部を開いて、血管を塞ぐ手術が行われる。そのため、直接清掃部分の切開するようなことはない。一般的に下記の4つの手術法で行われる。以前は、高位血殺術が主流であったが、現在は、より高度で患者の体に負担が少ない顕微鏡を定位。 血殺術が行われる傾向にある。東方大学病院のデータでは、手術により約70%で精液所見が改善し、自然妊娠率は24%から53%となっている。抗がんで精子が作られるのに数ヶ月かかるため、手術を受けてから精液所見の改善が見られるまで約半年かかる。ありがとうございます。